はい、というわけで春パパでございます。今日もね、声ことやっていこうと思うんですけど、今日なんですけれども、なんかさ、ワンパンマンコラボ来ないらしいね。来ないというか、なんか先に東京グールが来るらしいので、なんかよくわかんないね、なんかね、荒野行動ちょっと困惑気味なんですけれども、まあまあいいでしょう。今日なんですけれども、あのね、思った、なんかね、面白いことないかなと見てたんですよ。で、まあワンパンマンでね、まあ撃破ボイスね、鳴らしたいななんて思ってたら、俺買ってないのあったんよね。アイテム、ストラップ、これ、すんげえ画像荒いけど、マヒトくんストラップ、これね、やらかしたな俺。でこの前もさ、動画で出したんですよ。全種の撃破ボイスを鳴らしていくと、どれが一番いいのはあなた次第みたいな、決めるのはあなた次第みたいなね、言ってたんですけれども、こちらが入ってなかった。元祖撃破ボイスと言っても過言ではないでしょうということでね、まあ、こちら購入しましょう。180金券、360円、高えなはい、買いました。こう見ると画像荒くないんだけどね。こうなると画像あら、もうちょっとさ、ちゃんとした画像をさ、お送りすればよかったんじゃないかなと思うんですけどちゃんとした画像を入れたのにこんな荒くなっちゃうのかな、まあゲーム上わかんないけど。早速ね、これをね、まあ、つけていきたいんですけども、9号式猛攻、なんだこれ、猛攻、これ何これ、6号、これなんだこれ早速つけていきましょう。銃器の猛攻アサルトライフルの、まあ、9号式だからね、相当需要はある、あの銃だと思うんですけれども、まあ俺知らんかった、これかなり前ですよね、2年ぐらい前なので、全然気にも留めてなかったこれ。これが猛攻、あ、これにはつくのかな、あの金色のさ、銀色じゃねえ、金色のこれ特別版、あ、これもつくんだ、ナイス、あ、俺に任せとけ、ハルパ、ナイスちょっとテンション低くね、ナイスナイス、テンション低くない、マヒトくんさん、ちょっとテンション低くないですか、これ、ナイス、今はね、あの熱盛のマヒトくんさん、ナイス、テンション低いわテンションまあまあ、でもちょっと今日はね、もう聞いたとか、射撃場でね、撃てばいいみたいな、本当に雑魚だね、それはね、感覚が雑魚。待って、これさ、ちょっと待って、装備して、とりあえず装備するでしょ、ナイス、でナイス、面白いなナイス、ちょっとじわるんだけど、これが第5段階みたいな、ナイス、あ、これ別物なの、これと、こっちもナイス、こっちもナイス、なんか金色のがいいよねこれね、こっちのがなんか豪華っぽいから、これつけていきましょうか。これってちなみにさ、神秘ショップないんだ、これでもうないんだ、これで終わりなんだ、あ、そういう感じなんだね、まあいいや、とりあえず今日はね、鳴らしちゃおうよ。これこれ見える、見える、これ見える、見える、扱いが雑さあ行きましょう。いやー、俺もさ、何回も撃破ボイスの動画出してわかんないけど、一回も鳴ってないのご存知一回も鳴らしてなかったのご存知ですか、皆さん。残念ながら一回も鳴ってないんですよ。ほんとね、遺憾です。僕ほんと遺憾の意を表したいと思います。ちょっとね、持ってみようか、この銃を。なんかでもさ、これ最近の銃は、銃剣がつくのが当たり前。ゼロキルゼロキルやばいな。銃剣がつくのは当たり前の中で、このね、銃剣がないバージョン、かなり斬新ですよね。まあ、というわけで今日は、まあ、何ナイスいけるのかと。これをね、ちょっとね、重点に置いてやっていこうと思います。このさ、あの赤い光出てんじゃん、赤外線みたいな。あれって消せないの？あれ結構邪魔だよね、あれ。邪魔じゃない？よっしゃ。もうこなんちゃらのね、このね、まあ、ひとくんストラップやっていきたいと思います。まあね、これはね、一旦ね、ここだな。一旦ここ。よいしょ！いいね、いい掛け声のジャンプと、ナイスが、この共鳴した時に、奇跡が起こると。バン！2年後のナイスだと思うんですよ、僕、結局のところね全然これ存在を、もう本当にさ、撃破ボイス言いながら、この原点を忘れていた、この原点にしたこの頂点を今日はね、しっかりと噛みしめて、いっぱい来たね、またね、全員ナイスの餌食にしてやる。おい、おいしょ、どこに降りとんの俺、ちょっと待って、待って、銃がない、銃がない、銃がない、オッケー、よし、これさえ手に入ればもうこっちのもんだろう。ここ降りてなくね、真ん中降りてなくね、これ。ちょっと待って、真ん中いないよね。真ん中誰もいないんだ、だが、ラッキー。よしよし、ここで今しっかり漁って、両サイドが終わった後にパキュンと。残りの人にパキュンとすることによって、完全制圧ね、これがね。これが完全制圧です。ちょっと待ってね。ちょっと怖いんで、ちょっと今、あんまり喋れない状況なんですけれども、完全制圧を今、目論んでおります。やり合ってね、殺し合っていただいて、最後のお一人様、私に首を差し出していただく、この存じ上げます。オッケー。アイテムがあんまりいいのがなかったな。符号式ねえじゃねえかよ。符号式のあれなのにさ、どこに、お、シンドル、あ、キーボックス、ありがとう。来たな、来たぞ。え、さっきはね、
イキりすぎた。これ反省点ですね。イキりすぎ。どっから行こうかな。とりあえずも空洞を見つけたいから、あまりね、意外に人が来ない。ここら辺でちょっと様子見ましょうか。よっしゃー。今回は、まあ一体ね、何ナイスいけるかと。やっぱこの戦いの中で何ナイス鳴らすことができるのか。射撃場だったら100ナイス、200ナイスいくらでもいけますよ。これがね、実戦の中で何ナイス鳴らせるかっていうところに、やっぱりしっかりとね、着目してやっていきたいと思います。よっしゃ、ナイス。いないんだよね、ここ。意外にいない。なぜ？なぜ人気ない、ここ。よいしょ、行くぜ。とりあえず、クゴ式をね、探さなくちゃいけないですよね。ここで誰もいないこのうちに、探したいと思うんですが、誰かいそうですごく怖い。誰もいなすぎると逆になんか怖いんだよな。1ナイスできればいい方なんじゃないかってね、そう思ってる方も多いと思うんですけど、甘いね。本当に。僕は撃破ボイスにどれだけのね、時間を費やしてきたのか、それをまずね、考えていただきたい。ここでしっかり結果を出すことによって、このね、僕の撃破ボイスの、これマウントですよね。撃破ボイスマウントをしっかり取りたいと。はい。取りたいんですよ。ないんだが、人来ちゃうから早くしないとさ。1キル目からやっぱり撃破ボイスのナイスを使っていかないと、なんかもったいない。1キルがもったいない。ないぞ。あんのか、本当に。あ、あった。来ました、来ました、来ました。はい、シャキーン。はい、ナイス。1キルしてる。あれあれ、俺次、俺いつキルした？いつの間にキルした、俺。よっしゃ、ゲットしました。行きましょう。これ赤いやつ怖いな。これ邪魔だな、これ。邪魔だ、これ。わかりづらい、なんか、余計に。いや、でもそうだよね。激ハボイスシリーズをさ、やっぱ語っていく上で、このマヒトさんストラップを購入してなかった。これ僕の完全な落ち度ですよね、これね。そこだよな。なぜなぜこの人を忘れていたのかと。全くもっと忘れてましたね、これ。まあ、いいや、どっか行くか。やばい。ゼロナイスなんだが。ゼロナイスなんだが。このままゼロの予感すらある。ん？銃声。ん？どこだ？南の方？今の銃声。さて、行きますか。どうしようかな。とりあえず、都心深区は、なんか嫌だ。都心深区嫌だ。この辺行くか、この辺。よし、あれ、レッツゴー。ん？ちょっと待って、いるぞ、いるぞ、いるぞ。何これ？めっちゃ近くで、あ、いた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 。待って、いたよ、いた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 。いた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 。ちょっと待って、引けない、引けない、引けない。引けない。危ない、危ない。危ない、危ない。一人目のナイス。一人目のナイスいただきました。ありがとうございます。結構なんかさ、こうテンションが低い感じがいいよね。なんかナイス。もうちょっとなんかね、上がってほしいなと。いやいややってますよ、これ。とりあえず1ナイスいただきましたと。なんか聞いてるこっちが恥ずかしくなるやつじゃない、今の。ナイスナイス。もうちょっとさ、なんか気持ち入れてほしかったなと。ナイスっつってさ。でもさ、それはそれでなんかノリノリだったらなんか逆に恥ずかしいのかな。ナイスっつって逆にキモいのかな。なんか中学生の学芸会頑張るとかっこ悪いみたい な、 なんかそういうやつと一緒だよね。いや、でもいい開幕ですね、これは。1ナイスいただきました。1試合の中であくまでも何ナイス決められるか、そこはね、やっぱね、重要だと思うんですよね。死んで何回も繰り返すんなら、まあ、2000ナイスぐらいいけると思うんですよ。やり直しなしでこのナイスをね、体現していくと。物資を、ああ、行こうかな。で、こういう時に AUG との出会いっていうのはね、ほんとやめてほしいですよね。このさ、物資取りに行って死ぬっていうのが一番マジで雑魚だと思うんですよね。そこはね、しっかりクリアリングした後に取ることによって、しゃ、あ、ちょっと取られてる。角ママも取られてるし、ちょっと待って、もう帰ります。取られてるし、あ、いたいたいた、いたな、いたな、いたな、あそこ。あ、いたいたいた、走ってる走ってる走ってる。突っ込んでみようか。ほら、引いてやるよ。逃げらんねえぞ、お前。逃げた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 。危ない危ない、これ危ない危ない。撃つな撃つな、分かった分かった、撃つな撃つな撃つな。うまいなうまいうまい、君がうまいのは分かったから、もう撃たないでくださいと。青木はもうパンクしました。痛い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 。これいる？いそうじゃない？まあいいか、行くか。共存しようぜ、共存。いたとしたら撃たないで。おお、どこ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 、痛い痛い痛い。おぶねえ、そう、君、ナイス。おぶねえ、いたやん、ちゃんと。AWM 持っとるやん、君。末恐ろしい人やな、あんた。おぶねえ、マジでいたじゃん。死ぬかと思った、マジで。よく生きてた、俺、ありがとう。切るか、これ。うん、これで来た方がいいね、ちゃんとな。完璧じゃ。2ナイス行きましたね、今。来たな、来たな、来たな、来たな。ナイス。おっしゃ、ナイス。よっしゃ。甘えてんじゃねえぞ、おい。ここ強くね？あ、アンチずれた。アンチずれとるやん。あと何人？ 13 人か。よーし、いけるぞ、これ。もうでもそこそこいいナイス聞けてるんで、もうなんか十分、なんか十分かなと。若干満足気味の僕、そんな僕を振り立たせる、何かがないと勝ち抜きにくいと。あ、てか、あの車、俺もらえない？
いただきます。よし、行こう。いやー、火山かこれ。山のなんか端っこ取りてえな。絶対いるよなこの辺。ここでストップ、ここでストップ、ここでストップ、パッパッパッと。 OK、 いいね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 、いいんじゃない。え、これ最高、最高まであるんじゃないこれ。え、待って、ヘルメットのさ耐久値がやばいんだけど。でも3キルでもういいんじゃない。え、いない。あぶね、いるじゃん、いるじゃん、いるじゃん。なんだあれ、嘘でしょ。今の何何今の。 OK、 AWM 使うことなく終わっていくんじゃないかと予想されますが、これさあー外れてんのね、ちゃんとね。どうしようかな、行くか。もうね5人だからね。場所的にはですね、私ね、この辺が取りたいと。 OK、 行きましょう。ぐるっとね外回りで行きたいが、これタイヤ危ない。本当におしゃかりだけよ、本当おしゃかだけやめてね。よいしょ、危ない危ない、ちょっと待って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 、危ない危ない、ほんとシャカルシャカルシャカル、うわジェットコースターみたいになってる。これでもこの山の起伏を使ってなんとかいいポジ取れない、余ってないそういうポジ。でもあと4人いるから多分取られてんだよな。取られてる説濃厚だけど、ここはやっぱり勝負をしに、勝負するとしたらあそこのポジションを絶対是が非でも取りたい。取りましょう。よし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 、入れ入れ、ポジ入れ、ポジ入れ、ポジ入れ、入った。いた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 、その前にいた、その前にいた。ナイスだ、ナイスナイスタイム。危ない危ない、ちょっと待って、どこまで行くの俺、どこまで行くの、打ちながら。ちょっと待って、全然当たんねえぞ。やっとやっとやっと、何発使った、サンマが使ったっしょこれ。俺ガチすぎて黙ったから今、当たんなすぎて。あと2人か、あと2人ってことはもう向こうに行ってる説あり。危ない、おしゃか、おしゃかだけほんと勘弁してね。サンヘル持ってないですか、すみませんね、なんか申し訳ないです。いただきます。サンヘル、サンヘル、お、クゴ角、クゴ角来たので、これはちょっと負けらんないですね。上ないよね、上ってことないよね、やめてねマジで。あー、どこだ、いらっしゃらない。今日あたりさちょっとかっこよく勝ちたいよね、やっぱり。今のところ5ナイスいってるんで、意外や意外、5ナイス。こんな小さいのに見えないってどういうこと。円が縮まり始めました。これは多分寄ってくるでしょ。で、走り始めたやからともを引き殺す。ナイスはもういらない、ナイスとか言ってらんないから、もう引き殺す。ナイスとかそういうふざけた、いらない、今のところいらない。間に合ってます、ナイス間に合います。おっと、どこ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 、左か左か、 OKOK、 あいつ一人と、あともう一人ナイス。お、ちょっと待って、止まった、あ、ちょっと待って、あいつ、あいついける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 、引ける、よーしな、1ナイス、1ナイス。あれ、はい、というわけでね、まあこんなもんですよね。今さっきのやつどこ、なんか どうしたやれ、どうした、なんかあの俺が引いたやつがやったの、もしかしてよくわかんないけど、まあなんか勝ちました。というわけで、まあ最後にね、しっかりとナイスを聞きながらお別れしたいと思います。やっぱこれはやっぱ原点にして頂点なんですよ、この方が。頂点をみんなで噛み締めて、次の撃破ボイスに学びをね、繋げていきたいと、僕はそう思います。やっぱり僕がね、この世界で一番ね、尊敬している、この真人さん、誕生日が一緒っていうことをね、誰も知らないんですよ、そういうことは。誕生日僕一緒なんですけど、真人さんと。誕生日真人さんと一緒で被ってるからがゆえ、誰からもね、おめでとうございますって言われない、この真人さん、ありがとうございます。さあ、というわけで、最後ね、撃破ボイスで、締めくくりたいと思います。ナイス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 ナナ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 ナイス。俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕かればって流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, Hololive ステージも淡いな。